聖カテリナ大学短期大学部大学祭実行委員の皆さんにお話し聞きたいと思います。メンバー6人ですけども、まあ、代表でね6人ということです。じゃあせっかくなんで皆さん名前を元気に一人ずつ言っていきましょう。はい、大学祭実行委員ライブ局局長の武田です。よろしくお願いします。局長に呼ばれてお手伝いに来た内川隆弘です。よろしくお願いします。副局長の足立です。お願いします。ライブ局の松尾です。ライブ局の手伝いに来た大沢翔馬です。ライブ局の井原です。はい、みんなねいろいろ話を聞きたいんですけども、まずはこの聖カテリナ大学の大学祭対面形式では3年ぶりということで、でみんなはその、ね、先輩から大体これ受け継いでいくもんなんですけども、まあ、それもなく今回の学祭を迎えたわけですけども、まずこの学祭を迎えられたことに対して感想ください。そうですね、自分自身初めて その対面、まあ、みんなそうだと思うんですけど、対面 その大学祭っていうのをこう無事開催できてすごく嬉しいっていう気持ちと、ちょっと安心したっていう気持ちが大きいですね。はい、対面でやるのはやっぱ初めてなんで、すごいなんかどんだけ人来るのかなとか、うん、いろいろ緊張したんですけど、やっぱやってみるとすごいなんかスムーズっていうか、うん、予定通り流れていって、やっぱすごいなと思います。すごいな、いや君らが頑張ってるからね。はい、どうですか。私はダンス部として最初に出て踊ってみて、ですごい目の前の人に観客として入ってくださる方がたくさんいらっしゃって、緊張したんですけどとても楽しかったです。はい、はい、めっちゃ踊ってるの僕も見ましたよ。めっちゃパワフルで元気よく踊ってましたね。はい、どうですか。昨年は、バンドでやらせてもらったんですけど、うん、今年は裏方したいなと思って裏方にさせていただきました。ですごく楽しかったです。うん、去年は、まあ、オンラインという形でね学祭でしたのでお客さんいない感じだったんですけども、本当は出たかったんじゃないんですか。いや、そんなそんなことないんですか。はい、どうですか。はい、去年は、ま、やらなかったんですけど、今年は裏方に回っても、うん、裏方が一番大変っていうことを実感しました。うん、なるほど。はい、そして大学祭に参加するのが今年で初めてなんですけど、うん、まあ、こうやってライブ局として働けることで、うん、まあ、大学祭を盛り上げることができたんじゃないかなと思います。武田君、はい、まあ、ここまでね、まあ、やってもうちょっとまだ実は学祭残ってるんですけども、どうですか、ここまでずっとやってきて。いや、本当今感じることは、そうですね、初めてのリーダーっていうこともあって、もう最初のうちはもうずっと自分との葛藤で、もうこんなリーダーでいいのかみたいなのがずっとあって、ちょっとメンタル的に潰れてたんですけど、はい、まあ、こう、当日迎えて裏方してるうちに、なんかそのハプニングもいろいろありましたけど、うん、あ、なんか本当に大学祭でこういろんなことありましたけど、ライブ局長っていう仕事を やれて本当に良かったなっていうのでが気持ちが大きいですね。はいはい、まあ、これをね今度は次の世代にももちろんつなげていかなきゃならないと思いますし、はい、ね、地域にも根ざしているそしてねいろんなつながり、どんどん自分の人生広がっていく大学なのかなというふうに思います。まあ、残りの学校生活もね皆さん楽しんでくださいね。はい、はい、じゃあ行きますよ。せーの、聖カテリナ大学最高。